では今日のゲームハイライトで振り返ってまいりましょう。ファイターズ先発は10勝マークしている上沢です。2回の裏、まあ、とにかくこのナックルカーブで5番の外崎を三振など序盤から噂良かったですよね。良かったですね。本当にこう業種業種で低めに丁寧に決めてましたからね。もしと菊池雄星の方がちょっと苦しみながらのスタートで3回です、はい、ワンアウト二塁一塁とこの回もピンチ。3番の近藤健介を迎えます。三塁ですね。ただこれは詰まらせてセカンドゴロ、警察。ここはいいところで来ました。ピンチを作りながらも0対0。その中で3回の裏援護がありました。ツーアウトから9番の炭谷がツーベースヒット。高めに来たボールをこれは捉えて、これがチーム初安打になった埼玉西武ライオンズ。ツーアウト2塁となって、ここ最近ヒットが1試合なかった秋山を打席に迎えます。その秋山がしっかりと甘いボールを捉えて右中間へ、先制のタイムリースリーベースヒット。まずライオンズが1点を先制しました。ツーアウトからの1点大きかったですね。ツーアウトなしから作ったチャンス、ただその直後菊池雄星ここでうまく抑えてほしかったんですが、ノーアウト1塁で5番のレアード23号のツーランホームラン、逆転ツーランになりました。ボールはどうでした？今のはもう甘いボールでしたからね。2対1逆転。さらにワンアウト2塁となったバッター8番の清水、詰まりながらもライト前ヒット。2ランナーアルシア帰ってきて3対1リードを2点に広げました。この2点は何気に後半重くのしかかっていったライオンズ。噂の方は1点こそ失いましたが、その後も好投、まあ、ノーアウト2塁1塁とピンチとかランナー出しましたけれども、はい、要所締めましたよね。ランナー出してから粘り強かったですよね。その先はサードライナー。さらに6番に今日座ったメヒアも低めのボール打ち上げて、この2塁1塁のチャンス、ノーアウトから結局3人凡退。3対1のまましっかりと抑えた噂は7回です。ワンアウトランナー2塁とまたランナーを出した菊池雄星、1番の西川、この辺りはセンターフライ、これで2アウトに変わります。ここで菊池雄星交代ですが、7回途中122球8安打3失点の今日はマウンドでした。三振は3つしか奪いませんでした。今日のこの交代は正解でしたね、はい、で2番手平井に今日、まあ、当たっている松本との対戦を命じて、はい、しっかりとストレートを打ち取りました。ショートゴロ、ここで1回断ち切ります。その裏7回のライオンズ、先頭中村剛也センター前ヒット。ちょっとこの辺から噂が球が甘くなってくる感じもありましたよね。そうですよね。で斉藤翔吾も連続ヒットで2人ランナー出て代打栗山で、栗山が出たところで栗山監督はピッチャー噂を交代させます。ここは悩んだと思いますよ、本当はね、うん、ピッチャー交代をね、はい、で宮西対栗山でまず宮西が犠牲フライを打たれて、ライオンズは1点差詰め寄ります。3対2。もちろん日本はもう1点はいいよっていうような守備だけはね、内野陣は信じてもしてたんで、まだ1点差で2アウト、ワンアウト2塁、その後満塁になってバッター浅村で、ショートゴロでもゲッツー終わりかなと思えたところで、石井和哉がなんと一塁へ悪送球。これで2人生還で秋山が結局逆転のランナー4対3。ミスで日本ハムは逆転を許しました。ライオンズは平井が8回を抑え、9回はヒース。初の西武ステーションのマウンドは3者連続三振で鶴岡を最後三振に取って締めました。移籍後初セーブはヒース、平井は今季2勝目。4対3で埼玉西武ライオンズが勝って、2位日本ハムとのゲーム差を 3.5 ゲーム